そうですね、今回は特に子供部屋をイメージした世界ですね。私自身がそのリボンとか、そうですね、キャンディーだとかそういうものがたくさん好きなので、とにかくカラフルな子供部屋を、ホテルなのであえてホテルを使って子供部屋を作ってみようってことで、誕生日とかをイメージしながら作ってみました。要はなんかもっと庶民的な女の子の誕生日会に来たようなイメージをホテルであえて作ったらどうなるかなと思って挑戦してみました。めっちゃ吹いたな。え、あと何分ぐらいかな。あとね、半分吹いてます。え、ちょっとどういうこと、それめっちゃくる、これあ、やばい、やばい、足でこいつやろけ。ちょっと私のまず靴下を破れてるのを見せた方がいいですね。見て早くこれ破れてるのタイツ、よかったらどうぞ。好きなものがすごく私極端なので、実はフィギュアとかもあるんですけど、フィギュアとかもグレムリンのフィギュアがいっぱいもう壁に並んでいて、半分の壁は右側の壁がグレムリンで、左側の壁が女の子ゾーンっていう全然真逆な世界が好きで、私のだから絵にも通じるところがあって、ちょっと毒があるところとか可愛げがあるところがミックスしてるというか、今回そんな感じですね。家もそうだったんです。こんにちは。誕生会をしてるイメージで、なんかこうお菓子とかをいっぱい食べてて、その匂いが辺り一面にしてるっていうイメージです。まずね、五感を刺激したらいいかなと思って覚えてもらえるかなと思っていろいろしてみました。ふぅ、こんな私ちょっと安心症じゃないのが分かったな。これね、CD が貼ってんね、作品に CD をお菓子で貼って、ロックな感じのイメージだから、ライト持って入ってもらって、うん、近くで見てもらう。そうだね。そうしよう。ほら、今アイディアくれるでしょ、みんな見てる人が。かわいいね、これね。そいついいっしょ。これやばいね。そう、そいつって、もう超新作、一番最後に描いたやつ。そう。これは、ずっと高く、もっと遠くまで。ずっと高くの遠くに行きたいです。でも、女の子が金魚鉢の中にいるのに、中には水が入ってないんだよ。でも外の世界は水なんだよ。おー、すごいね。そう、だって人間の世界もそうじゃん、うん、周りは守られてるけどさ、うん、結構外の世界はそう、ボコボコだらけ、抜くというか、この子が出るかだよね。なるほどね。そう、これが最高に愛されて、最大に輝いて、最後の瞬間まできらめくの。だからめっちゃ愛されて、めっちゃ輝いて、もう最後の最後まで私はきらめいているのよっていう、うんうん、そうですね、なんだろう、私の世界を言葉にするとキラキラですね。キラキラとかワクワクとかドキドキとか、そういう感覚的なものかもしれないです。夢の中とかですね。意外になんか現実世界よりも一旦現実を全部いろんなとこに行って、いろんなものを吸収して、それを夢の中で全部一旦整理というか、一回夢をパッて見ると、そういう夢の中のが私は結構ドキドキかキラキラが詰まってて、なんかそこで一回ぶちゃ混ぜになって、私の世界観が一回押し込まれて発信できるというか、現実のたくさんのものを、うん、夢の中で一旦整理するみたいなのをしてます。なんか無意識の整理みたいなかもしれないですね。意識の世界で遊んで、無意識の中でそれを整理してるみたいな。夢日記とか書きますね。だから夢をたくさん見るので、本当にたくさん見るんですよ。でたくさん見すぎるので、それをなんか結構起きた瞬間に、横にノートを置いていて、その起きた瞬間に整理して書いたものとか、でそれを絵のネタにしたりとかしますね。7年前ぐらいに描いてて、もう原画なんですけど、そうなんです。学生の時に白黒の線画か、このカラーがずっと迷ってたんですよ。でその時に毎日この白黒ばっかり描いてて、である時に先生にどっちをやろうって相談したんですよ。そしたらなんか先生が、カラー描ける人は白黒でも描けるから、意味わかります、そうだからカラー描いた方がいいよって。なんか白黒だと色の使い方を忘れちゃうというか、いつでもカラーにいたら白黒に戻れるよって言われて、うんうん、癖を見てます。人の癖とかが可愛いなんです、私の中で。その例えば顔とかも正反対じゃないじゃないですか。不対称とか、例
えばほくろがあったりとかそばかすがあったりニキビがあったりとか、それが私の中で可愛いにつながってるというか、人のその特徴的なものが私の中で可愛さにつながってるんですよ。だからハグちゃんも耳が片方大きかったりだとか手が長かったりするのは私の中でその個性というか、ハグちゃんの個性であって、私が思う可愛いをハグちゃんに表現してるような、だから不自然が可愛いんですよ人間って多分。うわー、超可愛い。なんか謎の、かこれももっと私のネタになるかなと思って。可愛い部屋。あ、本当ですか？やった、よかった。可愛い。頑張って、やったんですよ。ね、いっぱい貼って。楽しんでること、出会いです。出会い、絵が楽しいからっていうのはもちろんあるんですけど、その絵を通じて出会えること、でも今日もそうじゃないですか。私は絵を通じてそういうきっかけとか出会いをもらってると思ってるので、私は本当にその瞬間が一番嬉しかったりだとかドキドキしたりとかします。私テーマが毎日が誕生日と思ってるんですよ。毎日こう生まれてきたように楽しむ世界を見ようとしていて、だから毎日誕生日でそういう気持ちで過ごせたらなと思ってて、